おはようございます、一ノ瀬はじめです。今日は母ちゃんがね、朝からね、死刑になる夢を見たらしい。あー怖かった。なんか悪いことやったんか。ちょっといろいろ調べたいことそれではお茶いただきます。今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温38度、最低気温26度で厳しい暑さになるでしょう。現在気温29度、晴れです。今日も昨日と同じかい。暑いな。暑いね。本日の朝ごはんは休みっぽいね、トーストです。これ野上のいいやつね。ね、めっちゃいいやつ、うん、ね。そして四つ葉バター、いただきます。見せて。はい。バターって美味しいけど塗るのが難しいよねちょっと硬い。うん、なんかいい方法ないかな。ちょっと硬いけど頑張らなきゃ。誰かいい方法あったら教えてください。野上の食パンめっちゃうまい2枚目はいつも通り卵、今日はポークビッツ入ってませんごめんなさい、昨日食べちゃったもんね。そうなの、食べちゃったの。それではいただきます。どうぞ。おはようございます、一ノ瀬はじめです。連休最終日、3連休の最終日ね。めっちゃ暑いね、昨日と一緒で汗ダクダク。こんな暑い日に今日はドリキンさんが名古屋にやってきます。午前中のお仕事終わりました。とりあえずね、家帰ってきて、午前中からね、ドリキンさんが今日午後から来るので、このローニンエースをね、充電しております。あとはね、こいつね、ネジ見えるかな、これね、このアポジーの方に、アポジーじゃないわ、このね、アストンのマイクのここにつけるね、4分の1ミリのネジに切り替えるアダプターですね。それでは早速つけてみましょうか。はい、こんな感じでね、三脚見えるかな、ちょっと細い感じはしますが、なんとかね、ちゃんと立ちました。安定してますね。それではね、今後はこれで、ライブ配信で使えるかな。まあメインはディスコードで遊ぶボイスチャットになると思うんですが、これでね、楽しんでいろいろ配信していきたいと思います。それではね、まだ母ちゃん帰ってこないから昼飯食えないんだよな。どうしよう。そろそろね、東京3人組、ドリキンさんと沖田くんと松尾さんが名古屋駅に着くということなので、車で移動したいと思います。高畑駅に到着しました。とりあえずね、ドリキンさんたちお迎えいらないということなので、駐車場にね、車を止めて名古屋駅に移動したいと思います。はい、名古屋駅に到着しました。新幹線口まではまだちょっと距離あるな。ちょっと移動します。金時計に到着しました。ドリキンさんたちまだかな。ダンボさん、はい、もうこれからもう急にいるんだよもう間もなく降りてる。そうですね、肉眼では見えてるけど、ちょっとこのレンズだと小さいかな。ドリキンさんと松尾さんと沖田マネージャー到着しました。持ってまいりました。はい、eGPU 変換式。今から伏見に移動して昼食をいただきます。このモード学園のビル、何気にドリキンさんが一番受けてる。ナナちゃん人形を撮るドリキンさん、ナナちゃん人形です。あ、松尾さん、くぐったあ、ちゃんとしたくぐるんだあれ、マネージャーは、ギャラクシーショップが開いてるね。はい、タクシーで伏見に移動します。タクシーで伏見にやってきました。今市バスで見えませんが、
その向こうにある一富士っていうダンボさんおすすめのうなぎ屋さんに今から行きます。はい、一富士さん到着しました。朝食、朝食じゃない、朝食ランチ、もうね、まさかね駅弁食べれないと思わなかった。ギガバイトのおまけについて欲しかったわけじゃない、ただ飲みたかったあ、ありがとうございます。すげえ、ドリキンさんの名刺いただきました。赤白2色スーパーターンいただきました。この質感すごいな、ね、なんか結構そこをこだわったらしいですね。ちょっとこれカメラに映りづらいな。名刺、ちゃんと QR コードで、あ、この iPhone の標準カメラで、 iPhone の標準カメラアプリで QR コードが読めるのを初めて知ったんで、それ登録してくれる QR コード作れないから。バッテリー、パワーデリバリーの対応 45W、 45W ですよ、ドリキンさんからのお土産、出力高いんですよ。なんでちょっとぜひお使いください。この前宝デリバリーして。しかもこれ USB パワーデリバリー 2.0 だね。うん。素晴らしくないですか。あの不安定な 2.0。 3.0。厳しい。2.0 はダメなんで。2.0 はね、互換性に問題があるんで。3.0 は難しい。ダンボさんおすすめのひつまぶし。食べ方の商品としては、はい、これをお、気持ちいいかな、食べ方、こうじゃ、もうなんかそれって、ロレツ回んないわで、4分の1を茶碗に取って、まあ、そのまま食べる、うん、で、2つ目は、また4分の1取って、この薬味で食べる、うん、で、3番目は、いわば出汁をもらってくれと思ってくれるで、出汁を入れてお茶漬けにして食べる、うん、で、最後の、4分の1は一番美味しかった食べ方で、あ、4分の1だって、なんか今完全に忘れた気がする。ごちそうさまです。美味しかったです。ドリキンさんすみません。ごちそうさまです。はい、今から歩いて伏見から栄にあるアップルストアに向かいます。パナソニック持ったメンバーが今からソニーストアに入ります。アルファ7-3どうですか、いきます。涼しいから出たくない。24mm は広角じゃないから。カズさんと昨日の僕の結論、 24mm は広角じゃないから。マイクロフォーサル 12mm ぐらいですか。ダメなんですよ、マイクロフォーサル 12mm は。 YouTuber 的には望遠ですから。これ望遠らしいです。そうそうそう、これ完全に望遠。これ中望遠。はい、ソニーストアで休憩終わったので今からアップルストアに移動します。はい、もうここの角曲がったらね、すぐに着きます。長屋のアップルストア到着。聖地巡礼、聖地巡礼です。すごい、ようこそ。あ、ビーフォンで、僕には来ないです。さあ、ダンボさんと巡るアップルストア。あ、だいぶ打った感じ変わってる。バスケさんはドリキンに買ってほしい。うるさい。この3つが新しいやつ。みんなで MacBook Pro の新しいバージョンのキーボードを試し打ち。一番右が古い方ね。違うんですよ、うん、司さん充電してるそれ面白い。松尾さん充電してる。アップルストアの充電マット使って司さん充電する。マジですかね。おい、ダンボさん素晴らしかった。松尾さん発動した。すいません。うお、ブラックマジック eGPU。 すげえ。これにさ、EGPU2個持って帰る。ここにもう1個。
すごいな、EGP2 個持って歩く。結構レアル、レアルと思うな。長男のマックプロか。どっちか。結構重い。そんな重たいですか。あ、これは結構。あれすごいね。あ、本当だ。え？あれ片側 RX58 もあるで、プロじゃないの？CPU の管理上 RX58 もあるけど、入ってるのは iMac のラディオン58っていう ID が書いてるだけ。マニアック。実際には RX58 も入ってるだけ。でポイントはこれ Mac なので、うん、要はこのブラックマジックの EGP は、うん、Windows とサポートしてない。あ、そうなんだ。そう、先輩なんですわね。え、動かないですか？サポートよ、うん、動くけどサポートはしてない。さすが。バックオンで。で、バーチャルリアリティが出てましたね。まあ、HD はあるからね。うん。本当だ。あ、これポートね。うん。サーダーボード作ったから、まあ、ここにあの、USB-C、4K USB-C で、合計サンダーボルトしか、入力端子がないんで、うん、他のやつがない。ないんだ。全く今までの繋がらなかったから、これじゃないと通じない。では、Apple Store から、シダックスに移動します。ちょっと歩いてなきゃ汗が、はい、住吉のシダックス到着。今日はね、ここでオフ会になるのかな。オフ会開催されます。はい、到着。あ、来た。あ、涼しい。広い伊藤さん合流。どうも、はじめまして。はじめましてじゃないか、一ノ瀬さん。一ノ瀬はじめです。あ、のあのディスコードではどうも、お疲れ様です。新山さん、新山さん、お久しぶりです。すごいな。すげえ、ほんとに熱気ついてる。はい、2階、はい、どうぞ。あ、はい、あ、でかっ。会議室みたいに備えたもの。すげえでかい。いや、暑い。暑いぞ。すごい。朝がマネージャーお支払い中、いろいろ頑張って今日やってくれました。お疲れ様でした。名古屋オフミーティング終わりました。ドリキンさん、ダンボさん、お疲れ様でした。素晴らしい配信です。いえいえ、毎度ながら素晴らしい。また18時お願いします。18時、そっち18時。はい、よー、ありがとうございました。それでは皆さん、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。じゃあ失礼します。また動画楽しみにしてください。はい、映るんですね。ありがとうございます。それではグルドンの皆さんとも、ドリキンさん、松尾さん、沖田マネージャー、ダンボさんと、もうちょっとね、撮るタイミングを逃して最後のお別れのとこは撮れませんでしたが、それでは今日は帰りたいと思います。それではね、不思議な駅から地下鉄で高畑まで行きたいと思います。電車来たね。まあ急いで乗らずにゆっくり行きましょうか。はい、高畑駅に到着しました。はい、そろそろ高畑駅に、ね、着いて地上に出てきました。もう暗いね。今何時だ。もう7時回ってるね。それでは、暑いな。まあちょっと涼しくはなってきたけど、でもこの 15mm のレンズさすがに明るい。それでは駐車場の料金をスイカでお支払い。日曜日なんでね、800円で済みました。打ち止めっていいね。あそこに800円って書いてあるけどピンとこないな。
あ、来た、ね、800円っていいよね、24時間800円だよ。それでは帰ります。はい、お家帰ってきました。帰りの途中にね、セブンイレブンでカルボナーラとチーズチキン買ってきました。母ちゃん今日は開けちゃってごめんね、ちょっと都合がつかなかったけどね。本当は母ちゃんたちも連れて行きたかったけどね。また行こうね。